にちは、お手玉です。今回は私が普段クリップスタジオでイラストを描くときに使っている便利な機能を実際にメイキングをしながら紹介したいと思います。そして今回はクリップスタジオさんとのコラボ動画となっております。私もともとクリップスタジオペイントをもう5、6年ぐらい使っていて、デジタルでイラストを描くときには私にとっては必須のアプリです。デジタルでイラストを描いてみたいけどどんなことができるの？クリップスタジオを使っているけどまだ使いこなせていないという方にぜひ使ってほしい機能がたくさんあります。よかったら最後までご覧ください。ではスタート。はい、でまずは下書きをするんですが、その前に普段私が使っているペンとペンの設定を紹介します。よく使うのはリアル G ペン、フリーハンド描画、カシペンです。リアル G ペンはデフォルトで入っているペンで、ほとんど設定を動かさずに使っています。フリーハンド描画とカシペンはクリップスタジオアセッツにて無料でダウンロードできるペンです。クリップスタジオアセッツっていうのはクリップスタジオシリーズで使える素材の配布サイトみたいなものです。顔の線画までが一旦描けたので、次は髪の毛の線画を描いていこうと思います。で、私はいつも髪の毛はベクターレイヤーというレイヤーを使っています。普通のレイヤーはこっちの新規ラスターレイヤーっていうところで作るんですけど、ベクターレイヤーっていうのはその右側にあるこちらを使います。で、これ使うとどうなるのかっていうと、これね、見た目は普通の線と同じに見えるんですけど、実はねこんな感じで後で線をね自由自在に動かせちゃうっていうすごいねレイヤーなんですよ。私が一番便利だなって思ってるのはこのベクターレイヤー用の消しゴムがあって、ここすごいはみ出してるのがめちゃめちゃ気になるなっていう時に、これでこんな感じでワンタッチで消すことができるんですよね。これがねめちゃめちゃ便利なんです。髪の毛を描く時に特によく使います。じゃあ実際に描いていきますね。ここでもうはみ出しちゃってますよね。こういうところをさっきの消しゴムで、とここですね、ベクター消去交点までっていうところを選択して、ここですね、これをこんな感じで、すごいね時短になるんですよね。ペン入れが終わったので下塗りをしていくんですが、ここで紹介したいのが隙間なく囲って塗るツール。これね何がすごいって、こんな感じで囲ったところがパッて自動的に塗られるんですよ。これがね下塗りをするのにすごくね役に立つんですよね。で、隙間なく囲って消すツールっていう消しゴムバージョンもあるので、こちらも一緒にダウンロードしておくといいと思います。こういうはみ出しちゃった部分を消していきます。で、肌色を塗ります。はい、でここでおすすめしたいのが投げ縄塗りというツールです。投げ縄の状態でスッて色が塗れるんです。デフォルトで入っているツールなんですけど、従来だったら普通の投げ縄ツールでこうやって選択して、そこにこのバケツツールでポンってして選択解除っていう風に塗ってたと思うんですけど、これを全部すっ飛ばして最初に丸を描いた時点でもうパッて塗れるっていう、これ私髪の毛のハイライトこうやって入れたりとかするのにもすごいいいし、今回みたいにこうやって影を入れる、これ本当に時短にもなるおすすめのツールです。一通り描き終わったら歪みツールで全体のバランスを整えます。これ私が5年前からクリップスタジオで実装されないかなってずっと思ってた機能なんですが、ついに実装されて本当に重宝しています。色を塗り終わった後に、ん？ここデッサンおかしいなって気づくことってよくあると思うんですけど、それを秒で修正できる魔法のツールです。こういった細かい手直しをしてあげるだけで絵の見栄えが全然変わってきます。なんかね、私このクリップスタジオの歪みツールってすごい精度高いなって思ってて、線画がねおかしくならないんですよね。縁取りがね簡単にできる機能があるんですけど、レイヤープロパティのこの境界効果っていうところ、縁っていう方を選択するとこんな感じで自動的に縁がつくようになっています。
ポップな絵柄の時とか私結構使うんですけど、キャラクターのシルエットがしっかりと浮き出て見やすい絵になるんですよね。これがあるのとないのでは結構見栄えが全然違ってきて、こうしてるとすごい埋もれちゃうじゃないですか。縁をつけてあげるだけでなんか一気に絵がなんていうのかな、商品っぽくなるというか、これ多分ね、私がよく使う機能の中で一番簡単に絵を映えさせることができるテクニックだと思うので、よかったら試してみてください。あ、ガウスぼかし、効果的にぼかしを入れるだけで絵の遠近感、臨場感を出すことができるんですけど、このピントが合っていない部分、奥側にあるものとか背景とか絵の中で見てほしい部分に自然と目が行くように誘導できますし、一眼レフのカメラで撮ったような仕上がりになってエモさが出ます。この絵の場合だったらピントが合ってほしいのはこの目と指ハートですよね。投げ縄ツールでこんな感じでこのぼかしの強さも選べます。ほら、こうしてあげるだけでここにピントが合っているっていうのがこう自然と感じ取れるというか、このね、ぼかしも本当に使った方がいいですね。ちょっとした加工をしてあげるだけで絵が素敵な感じになるんですよ。こっち側の手の向こう側の肩もピントは多分合ってないですよね。そういうふうにちょっと入れてあげたりとかして、ピントがこの重要な部分だけに合っているような演出ができるんですよね。グラデーションマップっていうのがあるんですけど、これもね、本当に簡単にそれっぽさを出すことができる機能なんですよ。私はスマホカメラのフィルターのように使うことが多いので、今回もそんな感じで使ってみます。このレイヤータブの横に新規色調補正レイヤーっていうタブがあるんですけど、この中のグラデーションマップっていうところを選びます。そうするとこういうのが出てきて、グラデーションセットを選べます。今回私は空っていうグラデーションセットの夕焼け紫っていうフィルターをかけてみます。もちろん濃さも調整できますし、こんな感じで自由に切り抜くこともできます。で、このグラデーションマップは元々入っているデフォルトのものも使えますし、クリップスタジオアセッツでもグラデーションマップで調べるとたくさん出てくるので、自分の気に入ったものをダウンロードしてみるのがいいと思います。私は結構ね、キラキラのエフェクトとかトーンとか服の素材、レースとか手書きの小物素材とかをクリップスタジオアセッツからたくさんダウンロードして最後に絵に載せてます。そうするだけで絵の情報量が上がっていい感じになるんですよ。例えばこういうレースとかもブラシになっていて、もうこういう細かな装飾を描かなくてもパーってするだけでできちゃうんですよ。大きさももちろん自由に変えられますし、こんな感じで、例えば今回描いたイラストも後ろにこの装飾をつけてあげるだけで、色をつけてこうやってやったらもう一瞬で背景描けちゃうんですよね。しかもクオリティが高いっていう。そろそろ完成に近づいています。ところで、私がずっと左手で何を操作しているのか気になった方もいるかもしれないんですが、これはショートカットキーを設定してあるんです。ペンでこう毎回書いて、あー間違えた、消しゴムってして、ここで、あーブラシのサイズここで変えて、あーこうでペン持ち替えてってやってるとすっごい時間かかっちゃうんですよ。私はこの左手用のキーボードにショートカットキーを設定して左手で押せば切り替わるようになっています。クリップスタジオはショートカットキーをかなり自由に設定できます。ペンやこう消しゴムはもちろん、今まで紹介したこの投げ縄塗りとか、あとは、左右反転とか選択範囲などなど、自分がよく使うなって思う機能は全部設定してあります。これを使いこなすだけでおそらく作業時間が半分ぐらいになっていると思います。はい、完成しました。全体図はこんな感じです。こんな感じでいつも私はデジタルのイラストを描いています。今回紹介した機能が皆さんの役に立ったら嬉しいです。クリップスタジオは無料の体験版があるので、気になった方はまずは無料で試してみるのがいいと思います。私 iPad 版が出た時もかなり嬉しかったんですが、今はスマホ版もあるみたいです。それではここまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。